こんにちは、ゆうせんさん。くれないですか ?X。懐かしいですね。私が高校の時に X ジャパンの、まあ当時 X って言ってたんですけども、まあくれないっていうのはね、まあこぞって、まあ、コピーバンドが出てました。なんかね、くれないって言うとね、まあ何もくれないのかなと思ってね、ケチだなと思ってる、そんな雰囲気もあったんですけども、まあくれないの歌詞にあるように、もう二度と戻らないっていうのがありますよね。まああれは歌詞としては、よく使われるフレーズなんですけども、まあ、戻らないものばかりですよね。だからなんかこう、時間とか貴重だし、青春はほろ苦いのかなと思います。もう二度と今の時間はないんだよっていうふうに10代のことをあの頃言われましたけどもね、もう二度とないのは30代でも40代でも変わらないかなというところがありますね。でむしろね、大切な時間の使い方をしてると、大切に使った時間の上に、まあ今が来るから、まあさらに貴重なものになるのかなと思いますけども、まあ粗末な時間の使い方してるとね、それがスタンダードになって、そこからのプラス1、2ですから、ちょっと伸び率としては悪いのかなと思いますよね。今ね、やっぱりこう、ネットの可能性をこれだけ享受していると、これからも新しいもの、ネットとは限らないんですけどね、新しいものに飛び込むことの、メリットね。それを感じますよね。だから、上りのエスカレーターに飛び乗るのか、それとも、まあ、動いてないね。単なる階段に飛び乗るのか。いや、最悪なら、下りのエスカレーターに乗って一生懸命ね、登ろうとするわけですよね。そうしたら相対速度が変わらないですから、頑張ってるのに結果が出ないってことになっちゃうと思うんですよ。だから、何に乗るかって非常に大事だなと思います。で、多くの人は、ネットを使ってるわけなんですけども、でもネットに使われてる方なんですよね、きっとね。こういうふうに思うんですよ。別の動画にも言ったんですけども、インターネットを活用すると、様々なデータを見ることができるんですよね。で、それに基づいて、こちらが対応するアクションを起こすことはできるんですけども、でも、例えば LINE を使ったりとかね、Google で検索したりとか、YouTube 見たりとかする。っていう行動っていうのは、そのログを誰かに無料で提供してるってことなんでしょうね。で、それによって自分自身の潜在的ニーズが人にバレて、それによってコピーが送られてきて、それによってローンチが送られてきて、あ、自分のことを言われてる、自分のことにものすごくマッチした商品が目の前にちらついてるなってことで、夜中に決済ボタン35万、はい、ありがとうございました。ね。で、自分は35万一発きついんですけどなって思ったら、分割決済 OK みたいな感じでね。2年間合計48万。あ、これだったら、毎月2万だったら手に入るぞ。みたいなね、ことになっちゃうみたいな。だから、もう買う方が、こうやったら買いますよ。こうやったらお金を払いますよっていうのを随所随所で見せてるんですよね。結局商売ですから、そういった情報をもとに、必要最小限の労力でセールスをかけてくるのが、まさに、胸をつかまれちゃうってところなんですよね。まあ、商品を買うときって、どういう経緯で自分はこれをね、買うに至ったのかなと。販売者のフックはどこにあったのかなってことを、こう、一つ一つ探りながらね、買ったり、それから、事前に寄せられた情報と実際、商品手にした後の対応どう変わるのかなってことによって、販売業者さんの質を見るとかね、いろいろありますけども。だから商売こうやってやっててよかったなーって本当に思うのは、売り手の気持ちにやっぱこう手を突っ込んでるところでしょうね。通常は消費者として購入者側の理屈しかわからないんですけども、購入者っていろんなフラストレーションがあるわけですよ。だから商品を買って不満があった場合、それを解消するために別の商品を買うみたいなね。そんななんかこう、連鎖が起きてくると思うんですよね。笑えない話ですけども、なんか、なんとかコインで損した人、これで取り戻しましょうみたいなね。そしてそっちでもやられるみたいなね。そんなのがありますけども。だから、商品やサービスに不満を持てば持つほど、次の落とし穴があるってことでしょうね。だからノウハウコレクターって生まれるんでしょう。私の場合はたった一個、ヒルズ塾に入っただけだったんで、そこを使い倒したらもう二度と他のものはね、買うことがなかったんで安上がりだったなと思います。まあ途中でね、マトリックスアフィリエイトみたいな余計なの出ましたけどね。あれはね、悔やまれるな。マトリックスアフィリエイト。
まさに自分のビジネスがうまくいってる時でアクセスが欲しいなっていう時にあれが目の前にちらつくもんですから、まあまあともうね、かもられましたね、マトリックスアフィリエイトには。もう悔やんでも悔やみきれないですね、あれはね。いってらっしゃい。ご覧の放送は広島観光の提供でお送りしました。